こんにちはのくです今回は「アラフィフなんちゃって億万長者合宿第19回」ということで撮っていきたいかと思いますどんな話題にしようかと思ったんですけれども私が少年の頃見た凶悪犯罪事件について取り上げてみようかと思いますまあこの事件はかなり過激なものなので再現 VTR とかを正確に描写することって 詳細に描写すすることとってかかななり難しいいんんじゃないかと思うんですねコンプライアンスなんかの関係でこの動画に関しても気をつけながらその辺を、まあ、単語とか気をつけながら喋っていこうかと思います、えー、どんな事件かというと、えー、三菱人質事件というのが私が小学校34年の頃にあったんですよねえー、まあどんな事件かというとそれは、まあ、強盗事件なんですけど 被害者も出て、まあ何人かの方を泣き物にしてしまったという、まあそういう凶悪犯罪事件があったんですね。えー、事の発端はというと、まあ犯人が梅川という男なんですけど、その男が銀行に押し入り、えー、猟銃を持ってですね、まあ金を出せみたいな形で銀行に押し入ったわけなんですけれども、その時にですね、2階に内戦みたいなことを電話しようとした人がいるんですけど、 まずそのの人人を一目の亡き者にしてしまったんですねでそ,のその騒動の間に、まあ、お客さんとか逃げ出した人が何人かいて、えー、すぐ見回りの自転車か何人かに乗った警官に、えー、事の詳細を伝えて、えー、すぐその警官が来たそうなんですけど、まあ、威嚇射撃で、まあ、その犯人を説得を試みたんですけれども。 えー、犯人はですねその警官を撃ち抜いて、えー、2人目の亡き者を出してしまったということになりますそしてまた2人組の警官が入ってきて同じように撃ってこの方でおそらく3人目の亡き者にしていたと亡き者にしてしまったということなんですね犯人はもともとはですね、えー、逃走を考えていたそうなんですけど金を奪って 3分ぐらいは見込んでいたそうなんですけど、2分もかからないうちに、まあ、警官が、え、駆けつけて、そしてベルが鳴って、そしてですね、シャッターが降りてくるんですけど、警官が気を利かして、自転車か何かを滑り込ませて、シャッターは完全に閉まらない状態だった、だったということで、籠城が始まるんですね、ここから。犯人はもう籠城戦を決めたんですね。最初は、 お金を奪い取って、そのまま逃走するはずだったんですけど、まあ、こうなってしまったら逃げられないと悟った犯人は、路上を決め込みます。えー、そしてですね、机などで、まあ、行うに命令してバリケードを作らせるわけなんですけど、そしてですね、えー、責任者、まあ、支店長を、まあ、出てこいみたいなことを言って、まあ、一歩前に出して、 4人目の泣き物にしてしまったということなんですね。で、その中でね、もう一人かなちょっと詳細はあれなんですけど、撃たれた人がいて、まあなんでその人が撃たれたかというと、まあな、犯人、犯人に対して、まあ、その、なんて反抗的な態度ではなかったんですけれども、まあ容量よく仲間の行為を指導して、まあ、 励ましたり、まあそういうかなりなんか冷静に対応してたということで、まあ犯人にとってはそれが後々脅威になるとの思いで、えー、この人を生かしていくと多分危ないことになるというので、撃ったと思うんですね、えー。でですね、その方だったかなまあ、体をちょっとですね、まあ撃たれた瞬間にひねったかなんかで、もまあ、 致命傷を逃れて、まあ、ダメージはあったんですけど、床に倒れ伏した、みたいな感じだったんですね。で、別の行員に犯人が、えー、とどめを刺すと、ナイフを渡すわけですね。えー、その、とどめを刺すと命令させ、された行員はですね、気を利かせて、えー、もう、亡くなってます、ということを犯人に伝えるんですね。そうすると犯人は薄笑いを浮かべて、では、生きているなら、 耳を持ってこいってわけですね。ナイフですよ。いやこれ怖いですよね。で、やはりナイフを渡された方は断るんですよね。できませんできません。でも銃を突きつけられて、周りにも、まあ、ゴロゴロしてるわけですよね。亡き者たちが。そういった極限の中で、自分がやらないと、えー まあどうなるかっていうこともあって、すいません、すいませんって言いながら、その、瀕死の状態のね、その方の耳をやるわけなんですけど、その、やられる方も小声で、まあ、やっていいみたいなことをつぶやいたそうなんですけども、本当極限の状態の中でね、で、それをまあ、泣きながら、もう、謝りながら、その、命令されたをやって、 耳の半分をなんか、犯人に渡して、犯人がなんか、口にわえて食べようとしたのかわかんないですけど、<laughs> まずいてペッて出して、まあ、そういう状態で、牢状したそうなんですけど、えー、女子行員はですね、服を全部脱がす、脱げと命令されて、そういう状態になって、まあ、男子行員はですね、上着だけ <laughs> そういう状態になって、 えー、まあトイレもなんか炭で、えー、やらせるような感じでそれすらも、えー、最初は許されなかったそうなんですよねそういうところでまあ立てこもって、えー、裸にされた行為でまあ肉の壁というか犯人を守るようにそういうふうにしたそうなんですよね唯一服を着るのが許されたのが、えー、電話交換の人ともう一人何 ちょっと忘れてあったんですけど痛そうなんですけど、まあ、そんな形でここから人質を、えー、取って立てこもりが始まるわけですよね籠城戦が始まるわけなんですでですねまあここまでこの事件を見て思うのは、まあ後からね考えるとああすればよかったなってことがあると思うんですけど私これね犯人犯人というか 盗まれた時に、そこまで追い詰めることをしなくて、良かったんじゃないかなと思うんですよね。つまり、泳がせた方が良かったと思うんですよね。犯人はそのつもりで来て、まあ、内戦とかでやってる人がいて、すぐバレて、で、警官が来て取り囲まれるような状況になってしまったので、まあ、こんなことになったと思うんですよね。で、この犯人が、もう躊躇なく、 っていうね、そういう、何ですかね。まあ、凶悪犯なんですけど、すごい度胸だなって、まあ、これ、いい方に使えば良かったんですけど、そんなことを思ったんですよね。えー、で、老調戦が始まるわけなんですけれども、まあ、経過の中でですね、えー、犯人はですね、経過の中で、ま、え、あ、ー、何人か、 徐々に解放していくんですけど、まず最初に、まあ、えー、子供連れのお母さんを、まあ、徐々にですけど、時間が経つごとに解放していったりですとか、あと、えー、高齢の人とかですね、老人ですね、76歳の方がいたと思うんですけど、そういう人を、えー、徐々に解放したりですとか、あとはですね、まあ、ひどく風、風邪、 を引いていた、まあ、女性だったと思うんですけど、そういう方を解放していったみたいなところがあって、えー、この犯人もね、まあ、まる、まあ、凶悪犯なんですけど、この犯人の中にも、えー、なんていうんですかね、良い心というか、優しい部分も持ち合わせた人なのかなというのを思うんですよね。もともとこれ、犯行の動機もですね、この犯人が、えー、借金返済のため、 ということなんですよね。つまり借金を返すつもりはあったわけですから、そういういいところもあったんですよね。まあ、ただ、あの、この、何ですかね、犯人の追い立ちみたいのが、まあ、後で徐々に分かってくるんですけど、やはり親が高齢の時の出産で、えー、親父がり、 親父が、まあ、いなくなる、まあ、離婚みたいなことをしたりですとか、え、極秘の中でね、え、育っていくわけなんですね、この犯人は。で、少年時代にも、やはり、少年に行くようなことを、え、やっているんですよね。まあ、その時も、一人を泣き物にしているという感じでお金を奪って、それもすぐバレて、で、まあ、少年に行くみたいなことがあったりですとか、まあ、非常に、まあ、この、 犯人をかたどったものって形作ったものっていうのは、えー、最初の家庭環境がかなり影響してるなと思うんですよ。やはり、まあ、愛情不足というか、まあ、あとは極貧生活の中で育ったということなんですね。えー、で、まあ老中でやってるんですけれどもまあ食事を要求したりする時もあってその時は毒味を 人質にさせ、させたりですとか、変わらうときも、まあ、両手が塞がらないように半分ずつこうやるとか、まあ、かなり凶暴性を持ち合わせな、凶暴性もありながらも、そういう、まあ、冷静なところも、この犯人があるんだな、という感じなんですよね。えー、でですね、まあ、最後、最終的にこの犯人はどうなるかというと、やはりですね、一人、 1>, なんですよね、1人で籠城してるわけですから籠城というか犯行してるわけですから、まあ、どんな人間でも疲れてくるんですね48時間ぐらい経過したから、まあ、うとうとやっぱりしてあったりするわけですよねでですね、まあ、人質と警官とのやり取りっていうのも2階になんか警察本部が置かれたみたいで。 えー、作戦本部が置かれたみたいでなんとかやり取りがあって、まあ、トイレに行った時ですとかそういう時に合図をして、えー、うとうとしだした時に、えー、トイレに行った、えー、行員の人が、まあ「そろそろチャンスです」みたいなことで、まあ、サインみたいな合図みたいなのを決めて、えー、人質お茶組の、えー、女性行員が離れた瞬間に、えー、警官がなだ、まあ、れ込んで。 まあ、8発かな撃って3発、まあ、犯人に命中したということで、えー、この事件は犯人が、まあ、亡き者になっているというところで、まあ、解決していくんですけれども、これは本当衝撃ですよね。テレビでも牢上なんでずっと、えー、食事の差し入れとかそういうところも、ね、ずっと中継してるんですよね。子供心にまだかすかに残ってるんですけど、 これほどな衝撃な事件はなかったなと思うんですよ。あとの事件、まあいろいろありましたけど、地下鉄サリン事件ですとか、えー、あと、何でしたっけね。まあ、オウム関連で言うと、まあ、坂本一家みたいな事件もあったり、あとは、えー、まあ、豊田商事事事件とかありましたけど、これほどなんか、その時間、まあ、テレビが付きっきりで中継して、こういう、なんていうんですかね。 まあ、もうじ物語仕立てではないですけど、まあ、そんな感じで起承、えー、完結みたいのがあってこういう、まあ、パッケージじゃないですけどないですけどまとまったこういう、うん、食いついてみるような一時も目がある意味離せないような状況の事件っていうのはそうそうなかったんじゃないかと思うんですよね。えー、このの事件ね私の世代だと まあ子供の頃だったけど覚えてる方いらっしゃると思うんですけどねえ新しい世代の方はもしかしたら知らないかもしれないですけれどもまあネットの記事でもねいろいろ載ってて私もねこの動画を作るにあたって改めてねえ調べてみたり読んでみたりしたんですけどいやこれはまあ大変な事件だなと思うわけで。 あの人質の中にね、自分なんかがもし入っていたとしても、まあ何もできなかったなという事件ですね。まあいろいろその犯人の追い立ちなんかを見ると考えさせる、考えさせられる事件だったなと思います。皆さんはどのような感じですかね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。